こんにちは、ドラムサキです。今回はパズライダーだ。よろしく頼む。と一緒に動画撮っていきます。まあコラボ企画なんだけどね。まあコラボ企画、ハッピーエンドのその先へ、クライマックスブレイク、クライマックス演舞ということで、新アマテラスやっていきます。命のやりとりと決め込もうじゃねえか。で、動画で結構企画、ちょこちょここう言ってなかったんだけど、まあ自称私奇跡を起こせる人なんで、まあい、まあ勝てるやろうとアマテラスで、多分ね、知ってる人は知ってる、当時アマテラスデッドアライブ、アマテラスってパラドックス4の時の時代、むちゃくちゃ難しかった。で、初見じゃない、当時の時、まあ一応勝ったんだけど、死ぬほど難しかったね、あれよ。これ次の僕のターンだから、で、ここイザナミのターンはダムスは強いんだけど、イザナギのとこになると急に難しくなるんですよね。これはこういきます、こういきます、でこういきます、はい、で次がパズライダーさんだから、でパズライダーさんもね、めちゃめちゃうまいんですよ。やばいね、結構俺足引っ張りそうなんだよね。まあそこは私の奇跡パワーで、自称奇跡パワーでなんとかなるんだね。やっぱドラム佐々木よ、お前の力を見せてみろ。お任せください。これでやっちゃった。奇跡など存在しない。あるのか。これはあれだ、もう見てる人に、わあ下手くそだな、あんな口だけだなみたいな感じで言われそうだ。うわあ、やっちゃった今のは。わあ絶対今のは、わあ下手くそだなみたいな感じで今言われそうだね。これ、いや右下のあのニアトリなんだけど、収録杯でまさかの地雷なしでまさか倒すことができるっていう奇跡が、ね、パズライダーさんと一緒に動画撮った時にはなったんだよね。で多分パズライダーさんは覚えているはず。次の僕のターンで、この3番手のパラドックス、ゲージ必中がないからゲージ難しいね、難しいというか集中しないときついね、そしてひよこビームめちゃめちゃうずか、めちゃめちゃうざい。これはい、で明日から SAO コラボ来るんですよね。 SAO コラボ来るから、なんかキリト重心化して、いやまさかのね、SAO コラボのキリトがスターバーストストリームという素晴らしいボイス機能がまさかなくなったっていうね。あ、残念だな本当あれ。 SAO コラボといえばスターバーストストリームなのに、おちょこれは結構危険な匂いがプンプンするけど、まあなんとかなるのかこれ。これで、左下のイザナギも結構やばいんだよね、はい、はい、でなんかツイッターのリプとかDM とかで、あなたド M ですかみたいな感じで前言われたんだよね。なんか結構難しいクエストばっかやってたら、なんかあなたド M ですかみたいな感じ言われたんだよね。
まあド M です。ド M にしといてください。で次僕のターンなんだけど、これ結構、いや入れるわ、これなんとか。はい、これ穴なんだね。ひよこでも倒すことはちょっと初めて知ったわ。でこの超マインやっぱいいね。ダムスの超マインやっぱ、うわこれ当たってんな、これワープに。これ当たってるからなんとか。奇跡を起こす人、そんな人が本当にいるのか。ここにいます。ここに、これで次の俺のパラドックスでなんとかとりあえず大ダメージ食らわせたいね。でうわーひよこなって、これでなんとか。やっちゃった、やっちゃってないね、大丈夫だね。で次がパズライダーさんだからダメースでなんとかやってくれるはず。いやコラボ企画って結構楽しいね。結構自分ソロでねこう動画撮ってるの多いんだけど、コラボ動画って結構ねこう一緒に喋りながら動画撮るの多いから、結構いろいろアドバイスもらったりアドバイスし合ったりするからやっぱ勉強になるね。こういきますでこういきますこういくこうやってこういきます。はい、てかハート出な、ハートちっちゃ、ハートちっちゃい。ちょっとちなみにこれ最後に撮ってるんですよね、この動画。この動画最後、もうこれラストにしましょうみたいな感じ言ってこの動画ラストに撮ってるんですよね。これで地雷拾いってなんとか、いやこれなんとかいけるね。これで当たってこれでなんとか、はい、本当にこれゲージが本当命だから、ね、やっぱこの2番手違う3番手のパラドックス。明日の本当コラボ、そっちのコラボじゃない、そっちのコラボじゃないんだけど SAO コラボの方、いやマジで本当楽しみ。多分ね課金してくる人多分めっちゃ増えてくるかもしれない。これが次ダムスだから、いけパズライダーさん。はい、ナイクリ。はい、ナイクリ。さあそろそろ決着をつけようじゃないか。はい、でさっきクリティカル出たから多分ある程度いいダメージは入ってるはず。はい、でわりかし結構パラドックスが結構いいところにいるから多分もう大ダメージ食らわせてるはずで、あちなみにパラドックスじゃなくてパズライダーさんの
チャンネルと、Twitter のリンク、概要欄に貼っておくんで、よかったら、クリックしてチェックしてみてくださいということで、もうラスゲまでぶっ飛んできてますなということで、はい、ということで、バイバイ。